男子100メートル競争世界記録の推移ここでは陸上競技男子100メートルの世界記録の推移を示す。1912年のストックホルムオリンピックの男子100メートル予選においてドナルド・リッピンコットが記録した10秒6が国際陸連が初めて公認した世界記録である。その後、1929年頃には 一0秒刻みのストップウォッチを三人の計測員が使用するといった手動掲示の細かなルールが定められ、それが運用されていった。ここでは国際陸連によって手動掲示が公認されていた1912年から1976年までの世界記録の推移を示す。世界的に100メートルの電動掲示が始まったのは1964年の 東京オリンピックからである。当初は手動掲示と電動掲示とが併用され、両方の記録が公認されていたが、電動掲示が普及したことにより、1977年1月より、国際陸連は電動掲示による記録のみを公認するようになった。ここでは、1977年以降の男子100メートルの世界記録の推移を示す。 なお、1976年以前の電動刑事による世界記録は1968年のメキシコシティオリンピック男子100メートル決勝でジム・ハインズが記録した9秒95である。ありがとうございます。